名はトロピカルビーチ。トロピカルビーチね。なあ、その知った感じで、ね、一番有名なビーチです。ね、めっちゃ綺麗。トロピカルビーチね、はい、ね、はい、いや、どんな女の子来るかな、めっちゃ楽しみ。 いいね。どんな子来るんだろうね。楽しいのかな。もういる？まだいない。男前やな、おい、全員爽やかな、4人緊張してきた、すごい緊張めっちゃするだよね。どんな子が来るんやろ、ね、なんか、軽くタイプとか大人っぽい女の子がいい。おー、うん、いいね。ちょっと大人しめの子がタイプかもしれない。はい、結構、笑顔が可愛くて元気な子が好きです。あー、いいね。なんか、はい、俺は自然体にいられる人がいいです。あー、いいね。いや、笑顔可愛い子いいよね。そうだね。一気に来んの。誰か尻叩いて。尻気合いの。ちょ、俺もよろしく。さすがに男前4人並ぶとやっぱ腹立つな。女性から見ても男性のタイプが分かれそうな、いいバランスですね。確かに。見た目もちょっとイケメンだけど違う。四社とも違いますね。来た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 。来たよ。え？三人。三人。三人。かっこいい人がいい。そうですよね。うん、面白い人。いい人がね、来たらいいですよね。すっげえドキドキしてきたけど、やばい、こんな心臓やばいよ。ポニーテール、左の子、一番左の子、うわ、細いな。細い ね、めっちゃ可愛い。え、待って、レベル低いっすね。待って、高いっす。めっちゃ可愛い。出て触れてる。俺、おっていい。おっていい。めっちゃ可愛いな。どっか行きなっちゃうっすけど、待って待って、やべえかもしれない。こんにちは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 。大分県から来ました、高校3年生の井上大輝です。サッカーします。お願いします。お願いします。17センチ背高いやん。高い高い。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。初めまして、埼玉県から来ました、高校2年生16歳の熊龍太です。あやとり得意で犬が好きです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。東京から来ました、17歳高校2年生の阿部伊吹です。高2で5人多いね。僕もサッカーが大好きです。お願いします。お願いします。ちょっとドラマ出てそうな顔。うん、確かにね。こんにちは。こんにちは。東京都から来ました、高校1年生の田村舞人です。趣味とかはギターとかが得意で、今回もギターをどっかのタイミングで弾けたらなって思ってます。よろしくお願いします。楽しみにしてます。高1ですよ。高1で4やで、ね、だってお前中3でバレンタインって3回しかけへんの。高校2年生16歳赤間式です。軽音部でドラムしてます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。兵庫県から来ました、高校1年生の吉川琴音です。笑うのが大好きなので、笑顔で乗り切れたらいいなと思います。お願いします。お願いします。東京都から来ました、高校2年生16歳の陣内浦です。よろしくお願いします。チアダンス部に入ってます。かわいいね。よろしくお願いします。お願いします。3人ね。何を思ってんのやろな今、うん、この第一インスピレーションあるでしょ。かわいいなとは思ってるよね。絶対ありますよ。俺タイプこの子だなとかありますよ、ありますよ。ずっとドキドキしっぱなしで、絶対に負けたくないから。会いたいなって思う存在だった。これで辛い思いしたくないです。俺の方がいいって言わせるから。海めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。みんなで写真撮る。あ、そうだね。写真
撮ろう撮りましょう。すごい綺麗、やば、海にいるよね。めっちゃ綺麗じゃん。いやこれでも綺麗じゃん。海バックにする。腕、はい、チーズ、すげー、オッケー、ありがとう。すごい、ありがとうございます。ありがとう。この子がカメラ持ちそうだな。確かに確かに。じゃあみんなで話しようやん、これで。しよう。よし、あ、引っ張る系だ。どうする、どうする、どうしましょう。誰の隣座りたいとか。じゃあ隣いいですか。隣いいですか。いいぞ、いいぞ。結構行きますね。隣行く、行け行け行け。そんな感じなん今って。いやもう勝つか負けるかっすから、森田さん。これは今の高校生。沖縄初めてですか。いや俺は2回目で、ここのビーチが俺の親父とお母さんの結婚式みたいな感じで、すげえ。てか今日なおさら緊張してちょっと、熱いよ、感じ熱い、熱い。みんなのタイプを聞いてもいいですか。聞いていこう。はい、誰から。じゃあ、僕は自然体で笑える人がいいかなと思ってます。はい、はい。めっちゃ面白くて静かにならない人。俺やな。俺やな。あ、じゃあ俺で、はい、大人っぽいく見える、うん、女の子。子供じゃなくてよ。あ、はい、だろう。誠実な人が好きです。はい、はい、おとなしいけど一緒にいて楽しい人が好きです。面倒見が良くて一途な人。一途な人言うのよ、それな。そんな男めったにおらんからな。まあ、この子たちはね、まだ何もね、わかんないですから。笑った時がめっちゃ可愛くて、あ、なんかいつもニコニコしてる人が、とりあえずニコニコしてる子が好きです。ギャップがある子はどう。あ、そう、ギャップどう。ギャップ、ギャップめっちゃいいです。ギャップめっちゃいいよね。じゃあ結構あやとりギャップなんじゃん。あやとりめっちゃ自分じゃなくて。そう。思った思った。今できるよ。じゃあちょっと待って、絡まってるから。めっちゃちっちゃい時に本買うぐらい一瞬ハマって、あやとりできないです。できます。あ、来た。カレー技だけど東京タワーっていう技を。早い、すごい。すごい。こういう、すごい、東京タワー。果たしてプラスか今の。うん、微妙っすね。沖縄でケイトなんか見たくないで。じゃみんなで暑いから海行こうや。はい、行きましょう。帰りたかった。やった、帰りたかった。あ、わー、めっちゃ綺麗。やばい、やばい、最高。やばい、すごい。やばい、埋もるしたかったな、こういうこと。確かに楽しい。おいおい、絶対やん。第一印象はしきちゃんです。一回隣に座ろうって誘ったんですけど、最初に初めて会った時に髪型とか顔とかも結構可愛いなって思って、でもゆらちゃんもあやとりの本を買ってたって言ってたんで、話せるじゃんみたいな。それあやとりになんでそんな自信持てんねん。リュウタちょっと危ないな。第一印象はゆらちゃんで、しっかり目見て話してくれて、なんかその場で結構楽しくてめっちゃ可愛かったです。気になってる人は一人でゆらちゃんです。やっぱ笑顔が可愛いところですね。あとはまあ最初まだ第一印象なのでよくわかんないんですけど、話してる感じ結構よく見え、目を見てくれるところがいいなって思いました。第一印象は大輝が誰言うかよ。ゆらちゃんで、僕が喋ってる時にこう目があって笑ってくれるところが可愛くて、ダントツ可愛いなって思いました。へえ、ダントツ可愛い。可愛いな。大輝くん、
まあ、ですね。そうだよね。年上だからかもしれないんですけど、すごいみんなのこと一生懸命引っ張ってるのがすごいかっこいいなと思って第一印象対決です。はい、伊吹くんは、あの、まあ、本当に全然、ね、まだ喋れてないんですけど、顔がタイプです。顔がタイプです。大輝くんが結構盛り上げてくれてるので、あの、すごい喋ってみたいなと思います。これは良くないよ。まだ緊張してて全然喋れてないので、いろんな人と話したいです。気になる人は、伊吹くんがすごい、なんか最初白い机座る時とかも誘ってくれたりして、なんかすごい嬉しかったりとか。伊吹くんの目が見てたもんね、めちゃくちゃ。あと顔もすごいなんかタイプで、あとサッカーやってるっていうのがすごいかっこいいなって思いました。モテるんだよな。ゆらよくよ。おいおいおい、いや、どういう人選。はい、何ですか。どういう人選ですか。いいじゃないですか、バランス取れてて。いや、じゃあそっちじゃないですよ、こっちですよ。あ、こっちも。そうですよ。こっちの味ですか。こっちの、何なんですか。全然俺は違和感ないけど、ずっとどこやねんこんな海みたいな。どうしたんですか、そういう。俺は違和感全然ないけど、一人だけ大阪の商店街みたいな。絶対ここのポジション EXIT にはあげへん。言ってもあんたも下世話ですから。なんでよ。違いますよ、おい、高校生の恋愛いいな。結構今もし許されるなら、うん、男女それぞれに向けた異性を落とす本書きたいぐらい。恋愛大好きなんですよ。人の恋愛とかアシストするのも好きだし、だいたいパッて見た瞬間の表情とかで分かるんですよ。第一印象の相関図出てますけど、はい、女子は今一番人気がゆらちゃんで、男子はやっぱり大輝くんなんですよね。大輝くんはでもちょっとあんまりあれなんじゃない、そのみんな行き過ぎなんじゃないですか、これは。いや、でもやっぱみんな好きなタイプってもう分かりやすい、はいはい、あと結構多分上手ですね、うん、女の子の扱い方とか、そうなのよ。リードの仕方がすごくナチュラルだったので、若い子はやっぱ恋愛経験ないのでリードしてくれるだけどんどん好きになってくる、うん、なんかね、ちょっと手押し臭がするという。そうなの、分かります。なんかそう、そう、なんとなくね。それ俺も感じた。10年前のあんた見てるみたいですよ。この後メンバーたちにある指令が言い渡されるということで、じゃあちょっと続きを見ていきましょう、うん、はい、せーの、君来い。何やそれ、分かんない分かんない分かんない何やそれお前。これそういうのって大体みんなで一緒にやるんじゃないと。左手が一本でこうですよね。なるほどなるほど。君来いの系やらせてくれ、こういうの俺憧れてて。やりましょうよ、みんなでやりましょうよ、仲間なんだから。いきましょうか、せーの、君来い。あ、いいね。すげえ。めっちゃ美味しそう。やば、ほんと可愛い。やば、え、すごい。で、ジュースとかもちゃんと見て。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。何色だったの、これ。食べたい。食べたい。取ったんやろ。ありがとう。どう取ればいい。持ってたね、じゃあ。ありがとう。伊吹くん大丈夫。みんなも取り分けるんだ。こういうの出るからね。ありがとう。あやとりうまかったですね。あやとりマジありがとう。めっちゃ覚えてる。そう、結構良かった。良かったです。そうそう、覚えてなかった。昨日のあやとり以外で。夜寝る前に練習してたんだけど、なんか不安だなって思っててずっと。話したと緊張してた。これ腕まくってますよ。ああいうの。いやーでも、なんか自分より年下やから、なんかその、なんていうんかな、こう、どう接していいかが分からなくて、うん、俺年齢としか付き合ったことないからさ、めちゃくちゃ緊張したわ、その時。だから海切れ足見に行く。行きたい、行きたいよ。行こう、行こう。ごめん、ありがとう。ありがとう。ごめん、やば。めっちゃ海切れ。熱っ。すごいキラキラしてる。めっちゃ雰囲気いいよね。めっちゃ綺麗やん。めっちゃ綺麗。うわ、何これ。ね、いや、ちょうど人数分。そういうことやな。手紙、いっちゃっていい。え、何これ。これこの旅では、時々誰かが王様になってもらいます。だって。王様は誰が何をするのかを決められる。ただし、自分が王様ということは、明かしてはいけません。今から最初の王様を決めてもらいます。宝石箱に王冠が入っていた人が王様です。なるほどね。王様、王様になると
指令を出せるんだね。これ開けて中に宝石入ってたら王様。入ってるって言っちゃいけないんだよね。え、言っちゃいけないのか。誰にもバレないように開けるってこと。一人一個取る。じゃあとりあえず、うん、これで、うん、次これにしようかな。怖っ。じゃあこれで、いや、どれにしよう。じゃあ、ね、どれにしよう。これで、え、どれにしよう。これで、じゃあこれで。おお、怖いよ。すっごい緊張するね。こっちで。はい、じゃあ残り物には服があります。みんなでせーので開ける。 OK。 いくよ、せーの。うん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 。おお、マジか。はい、オッケーです。オッケーです。何も喋れないこれ。なんか何か考えられそうね。おー、そういうことね。なるほど。うわー、いいね。自分が優位な方にもいけるし。あーはーはーはー。なんか置いてある。え、手紙。手紙ある。手紙ある。やば。ほんまや。じゃあ開けますね。はい、はいはい。王様の命令は必ず実行してください。指令、ナイトとシキはアメリカンビレッジで買い物デート。え最後に必ずお揃いのものを買ってください。指令2、イブキとユラはカフェでスイーツデートへ。ただし後半15分は恋人同士のように振る舞ってください。指令3、大輝とリョータと琴音はアクセサリーを作ってもらいます。ただし、そのアクセサリーはあなたのものではありません。今日中に一番気になってる人に渡してください。リュータ、リュータ、緊張してるやんけ、おい。作るか、アクセサリーをね。めちゃくちゃ緊張するな、それも。え、ちょっと自分の名前が出てきた瞬間、ちょっとびくっとなった。じゃあ、行きましょう。はい、行きましょう。レッツゴー。カフェ、カフェ、カフェか。最初の4人の中の1人が王様じゃないですか。そうだと思います、私も。上4人？いぶき、ゆら、まいと、しきのどれかですよね。あ、そういうこと。絶対その誰か。すっげー緊張。じゃあ、スラックといいって絶対。じゃあ、何か。え、お揃いのものとか買ったことある？ない。ないよね。ないなんか、色物ないよ。色物で。カラフルで。あ、そうだね。ここにする？じゃあ。ここにする？オッケー。入ってみましょう。沖縄っぽい。そうだね。え、お揃いのものってどんなの？どういう系がいいの？え、でもさ、お揃いって言われたらしき、なんかストラップとかしかパッと思いつかない。そうだよね。けど、なんかキーホルダーとかなのかな？ある？これブレスレット？そうだね。手に巻くやつかな。わかるわかる。え、すごい。なんかさ、小学校の時とかにのお土産で女の子の友達とキーホルダーとかはよくあったなっていう。じゃあ男子とはお揃いはしたことない。ないね。そっか、俺もないからな。ね、難しい。何選ぶか、そう、わかんないよね。そうだよね。いや、でもお揃い目立ちたいね。目立ちたい、目立ちたい、うん、本当に。なんだろう、目立つもの、やっぱ服とか。やっぱそう、服だよね。服見る。これいいんじゃん。水色、このあたり。どう、どう、どうでしょう。いい感じ。あー、ちょっと大きいけど、うん、上からだったらこれがちょうどいい。ほんと、これが M だもんね。そうね。じゃあ M と L で。じゃあこれで、はい、いきますか。はい、これでお揃い。はい、お揃い。じゃあ、めっちゃ可愛いよね、ここ。そうだね。ね、じゃあここで、はい、ちょっと話しますか。はい。
どうぞ。あ、失礼します。よいしょ。今回これ結構さ、グイグイ行くんだけどさ、第一印象って誰か入ってたとか。第一印象誰かってこと？そう。誰だった？俺は第一印象はゆらちゃんだった。次は大輝くんだった。おう。で、2番目にしきちゃんが入ってた。嬉しい。しき入ってなかった。言っちゃうんですか？ここからだよ、ね、これはこれでいいんじゃない？話してみて分かったのは、まだ分かんない。楽しいし、あ、でも思った。そうだよね。いや、なんかでも結構ね、緊張はしてないんだけど、なんか喋るのがそんな得意じゃなくて。俺も。そうそう。でもなんかさっき買い物した時とかさ、なんかめっちゃ話せてさ、すごい喋りやすいなと思った。ね。そうね。そうね。いや、もうめっちゃ緊張だね。緊張してる？緊張してる。今も？今も。今も緊張してるの？もうめっちゃ緊張してる。かわいい。かわいいね。かわいいですね。かわいいになりそうな気もするな。マイト君そのモテ方しそうだな。しきねえが。もう心臓がバックバック。本当に？なんか女の子と2人とかで一緒に話すってことがもう本当にないから。確かに。そう。確かに、ね。すっごい緊張してる。緊張してる。いや、そんな緊張してない。無理だよね。そうね。緊張しないで、ちょっと頑張って。せっかくなんで写真撮れますか？お願いします。はい。わ、めっちゃ汗かいてる。そうだね。暑いもんね。いきます。はい、チーズ。はい、ありがとう。どうでしょう？いいんじゃないですか？いい感じですか？じゃあそろそろ。そうだね、いきますか。第一印象がゆらちゃんって言ってたんですけど、あの、まだゆらちゃんとは話したことがないのもあって、今は結構変わってて、今はしきちゃんが一番目になってます。一緒にいて普通に楽しかったし、笑顔もすごい素敵で、なんかすごい落ち着きがあって、なんか自分の相性的にも合いそうだなって思ったりもするような子でした。年下なので結構喋れるかなって結構心配だったんですけど、思ったよりしっかりしてて、すごい楽しく買い物できました。おとなしい子なのかなと思ってたんですけど、すごいリードしてくれるし、すごいいっぱいお話ししてくれるし、すごいなんかいい方に印象が変わりました。あ、これかなり本命の2人、恋人のように振る舞うって2人どうするんだろう。手とかつなぐのかな、ね。めっちゃおしゃれ。ありがとう。めっちゃかわいい。すごい。かわいい。おしゃれ。はい、よく。ありがとう。隣。やった。あ、おしゃれ。めっちゃ綺麗。あ、すごい。海めっちゃ見えるし。本当だ。綺麗。太陽めっちゃ出てるね。キラキラしてる。いや、でもこの二人は二人とも趣味とか好きですもんね。趣味はどっちかが王様っていう予想でしょ。太陽ちゃん、僕は、僕は伊吹君の僕だと思うんですけどね。意外とアニメ、アニメに最近めっちゃハマって、東京リベンジャーズって分かる？分かる。待って、俺めっちゃ好き。すごい最近それが好きで、もうずっと毎回見て漫画も読んじゃった。あ、え、漫画全部読んだ？読んだ。俺も読んだ。本当に面白くて。どう、第一印象とか決まった？第一印象決まった？言える感じ？二人ともそう。ほんまやな。言える。二人とも意識してる顔してる。ゆぶきくん、マジで？え、俺だったの？うん。あー、うわー、今慣れてめっちゃ嬉しい。本当？本当に。いや、俺もさ、めっちゃゆらちゃんのこと可愛いと思って。嬉しい。で、あの、第一印象に俺もゆらちゃんでした。ありがとう。おいおいおい、ほっといたらこの2人バックれるぞ俺。15分で帰るんじゃない？絶対目離したらあかんぞこれ。ダメだぞ。すごい可愛い。えぇ、めっちゃ可愛い。パイナップルだよね。めっちゃ美味しそうね。めっちゃ可愛い。いただきます。いただきます。美味しい。めっちゃうまい。え、めっちゃこんなオレンジ、なんかもう本当にね、おしゃれ&美味しい、ね、本当に美味しい。あ、飲んでみる？え、いいの？ありがとう。すごい、めっ
ちゃおしゃれだね、やっぱ ねすごい、なんか見て、あわ、めっちゃすごい、やばい。え、ちょっともう付き合ってる感じ、付き合ってますよね、これも、ね、空気感すごい、うん、いいですね、2人で、うまやばい、美味しそうね、めっちゃ美味しそう、すごい、見て、すごい、いただきます。はい、絶対崩れる気がする、めちゃくちゃうまい、マジ。アイスクリームとシナモンがめちゃくちゃ合う、うん、美味しい、美味しい。どんな人がタイプ？気使わない人がいい。LINE とかでもすぐなんか相手が気を使うとすぐ気を使っちゃうから、できればもう素でこうポン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 ってやり取りできる人が、それめっちゃいいよね、うん、ありのままが一番いいよね。そう、こうやって話してるうちにさ、意外となんかいけるよね。うん、いける。気が使えないでいいから、本当にもう、じゃあバンバンもう素を出していこう。素を出していく、もう猫かぶんないから。あー、マジ。俺も絶対かぶらないようにするから、うん、これは約束する、うん、約束する。え、やばい。言うべき言言は嘘ついた、物を忘れ言うべき言った。よし、やばい、よし。おいおいおい、ちょっと、ま、いや、もうこれ、え、これもう15分入ってる、これもしかして。入ってないよね、まだ。やだ、もう15分、またよね。いや、これでね、はい、うん、猫かぶるの禁止ね。わかった。いや、この後のさ、うん、なんか恋愛というか、うん、なんかカップルみたいな15分どうする、うん、え、どうする、え、何したい、え、なんだろう、なんかやりたいこととか、うん、やれたらなみたいな、やれたらな、頭ポンポンとかされてみたいし、なんだろう、手もつなぎたい。あ、手もつなぎたい、それ俺もつなぎたい、俺もつなぎたい、おいおいおい、歩く。じゃあ海行こっか。うん、行く。じゃあ、え、どこ行きたかった？3つあるうちの。ああ、いや、でも、え、でも楽しくなかった？楽しかった。しかも15分あるし、あるめっちゃいいなって思う。わかる。うん。けどブレスレットとか作るのも。なんか作った後、絶対いぶきくんに渡してた。マジ、うん、え、ちょっと待って、嬉しい、めっちゃ絶対ほんと、うん、じゃあ手つなぐ、やばい、やばい、やばい、めっちゃ手汗やばいからそれは俺の手つなぐ、たくさん写真撮りたい、めちゃめちゃ良いですね、めちゃめちゃ良い、うん、どうする、じゃあ海バックで撮る、撮る、うわ、綺麗、めっちゃ綺麗、やばい、どう撮る、どうする、どうする、理想の、理想のシチュエーション、写真撮るのに、うちはバックハグしてほしい、マジ、あれ、バックハグしたい、ちょっと待って、こう、え、ゆらちゃん、うん、じゃあ、めっちゃ汗かいてる、いくよ、うん、うわー、うわ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 、でも、もう成立じゃん、やばいやばい、めっちゃ嬉しい、緊張しすぎて、それの、おいおいおい、ありがとう、ありがとう。なんかさ、うん、まあ今更言うのもあれだけどさ、うん、でもポニーテールめっちゃ可愛いよ、嬉しい、マジでポニーテールにしてよかった、いや、なんか下ろすか迷って、うん、ポニーテールにしたから、いや、めっちゃ似合ってるよ、ありがとう。なんか好きな髪型とかある？え、なんかスポーツやってる人のこういう髪型も本当に好きだし、ブストカップルや、ほんまに、もう出来上がってますよね。なんかもともと俺マッシュで、うん、そうなんだ、絶対似合うよ、なんかずっとマッシュだったんだけど、うん、今日はなんか特別に、うん、え、特別入れちゃったの、これこうやって上げて、うん、髪型にした、え、すごい似合ってる、マジで本当にかっこいい、マジでかっこいい、こんな本当にかっこいい、おったな、学校にこういうなんかベストカップルみたいな、ありがとう、こちらこそ、本当に一緒になんか行けてめっちゃ嬉しかった、マジで、うん、なんか俺も、まあ、今日こうやっていろんなことできて、うん、すごい嬉しかった、いや、めっちゃ嬉しかった、ありがとう、じゃあ最後に、じゃあ、え、やばいされたいって言ってたから、うん、ちょっとっ、ありがとう、やばい半日でこんなに、なんかこんなドキドキすることがあるんだっていうぐらい、もうなんか本当にずっとドキドキしっぱなしで、手つなぐのもめちゃくちゃドキドキしたんですけど、やっぱバックハグとかされたことないし、隣見たらもうあのかっこいい顔がここにあるんですよ、あ、もう無理、あ、無理って思って、も
めっちゃ好きじゃん。もう好きじゃん。恋してる。ドクドクで。あれ王様。大変でした。王様。めちゃくちゃ楽しかったです。仕草とかも笑った顔とかもめっちゃ可愛くて、ますます好きになりました。どんどん自分からアプローチして、まあ、もっと仲良くなって、まあ、相手も僕のこと大好きって言えるぐらいに、まあ、アピールできたらなと思っております。いいね。そこまで発言が、これが2人が王様やとしたらもう完璧やな。確かにな。どっちかが王様やとしたらね。いやめっちゃだから羨ましいですね。何より楽しそう。わかるわ。もうだってここまでの映像でファンモンの MV5 曲は撮れるからほんまに。そうですね。あまりにゆらちゃんといぶきくんがもう出来上がっちゃってるんで、これはちょっとどうすんの、こう展開がないよ。これだってこれ揺らげさせられるの大輝しかない、うんうん、あーそうか。だからこれマジで大輝くんがちょっとでもあやっぱこっちの女の子がいいなって言った時のアプローチえげつなそうじゃないですか。絶対肉食系だから、うん、あれで ゆらちゃんとか例えば今度王様になってこうデートを仕組んで、うん、ガツガツ行った時にいぶきくんと比べるわけじゃないですか、うんうん、そうなったら面白いっすね。誰が王様だと思います？僕もゆらゆぶきの絶対どっちかだと思うんですけど、ゆらちゃんだとしたらやっぱ大輝くんを3人の方に入れたっていうのも意図的っすよね。はぁそこ見てなかった。はいはいはい、思います。すごい。たまにさネットとかで考察とか上げてるあなたの番ですとか。だからその3組目のデートだけ3人だけど好きな人にアクセサリー渡せるっていう。そうね、そうね。それを利用したい人が王様の可能性も残ってるじゃないですか。なるほどね。リュウタの可能性もあるってことね。そうなんですよ。だってあやとり得意ってことは手先器用なんですよ。アクセ作りたいんですよ。いやいや、どこまで呼ぶねお前。謎解きに肩入れしすぎやろ。もうちょっと恋愛のお前比重が謎解きに寄ってるから。東京タワーのアクセこれありえるかもしれない。いやこれ殺人事件じゃないからそれ。番組の公式インスタグラムでは王様予想のいいね投票を行っています。そしていいね数が一番多かったメンバーが王様なのかどうかを公開したいと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。お願いします。その人のことを思いながらやるとうまくいかんねえ。目つぶってもらってもいいですか。ありがとう。待って待って待って、ゆうた、すいません、ちょっといいですか。嘘でしょ。ゆらちゃん、仮に。おー、いいぞ。いいね。ありがとう、めっちゃいる、かわいい。なんかもし自分と被ってたらやったら、うん、絶対巻きたくないし、うん、明日からなんかそういう感じで見てもいいですか。お願いします。おい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 、さあ、あの手つなぎは何やったの。